六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ、問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。メンバーが殺にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたら、ぶっ飛ばすぞ、孔明。女王の件だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに女王を追わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は女王をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。で、ちょっとした問題が起きたってのはなんだ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後、故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな、孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。なんだよ、また俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし六教人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしてやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよ、バカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六教人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が？キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。分かったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだからまずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、桐生さんがリーダーだからそれが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか。桐生維新軍、ちょっと古臭いな。
俺の名前が入ってるチーム名気流会なんてどうだ。気流会なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろう。まあそりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。気流会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って、岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと桐生会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる。はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなると、ただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。桐生さんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか。ええ、何でもいいっすよ。っていうか桐生さん、どんな会社に勤めてたんすか。それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。桐生さん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、桐生さんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る。ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せば、きっとホイホイついてきますよ。ええ、それはちょっとヤバすぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。街をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。